どうも、田中でございます。アメコミレビュー。今日紹介するアメコミは、ババン！ネメシス。このね、ネメシスね、またマーク・ミラーの作品なんですけども、非常に面白かった。どう面白かったのか、また説明していきます。この作品はね、主人公がスーパーヴィラン、つまり敵役なんですよ。敵役が日本やアメリカにテロを起こして困らせるっていう、そんな話なんですよ。ここら辺の切り口面白いなと思いつつ、この物語の主人公のような位置にいるのになぜか主人公じゃない、そこがスーパーヴィランがゆえなんですけども、ここで描かれるスーパーヴィランって一体何なのか、この作品でね、すごい面白いんですよ。面白いっていうのは、そのスーパーヴィランが警察たちの対処をすべて1枚2枚3枚とすべて上回っていって結局警察側が負けて終わるというね、そういった作品なんですよ。なんていうんですかね、デスノート的な悪が正義を倒すという内容になってるんですね。じゃあなんでこのスーパーヴィランは白い服を着ているのか。まあ一つはね、私的な効果があるんですよ。私的な効果っていうのは、真っ白な服を着ているから、相手を鮮血に染めた時に、その返り血で残虐性が非常によくわかりやすく表現されている。これがね、大きなポイントではあるんですよ。でもそれ以上にね、この白い服を着ている理由っていうのはあるはずなんですよ。まあ見てて思うのはね、バットマンなんですよね。バットマンっていうのは正義の味方にして闇の騎士、つまり黒い部分で正義を執行する。それが、バットマンであると。で、このネメシスに出てくるこのスーパーヴィランは、表舞台で悪を執行する光の悪。だから真っ白な服を着て、ドンジャー騒ぎをすると。バットマンは密かに倒す。それに対して、ド派手にぶっ飛ばす。それがこのネメシスなんですよ。だからバットマンの反対をしているんですね、これは。でも持っている財力とかすべて、バットマンと同じようにお金持ちが仕組んでいるんですね。ここら辺ちょっとした、まあ、余談みたいになってくるんですけども、このネメシスで描かれていることっていうのは全部お金持ちのたわごとでしかないんですよ。要は、ネメシスというスーパーヴィランをお金持ちが雇ったのか、あるいは自分で作り出したのかわかんないんですけども、それによって、アメリカや日本、あるいは中国やらそこら辺の国々が大打撃を受ける。国家規模の大テロを起こされて、もうどうしようもない状態になるんですね。それぐらいすごいことをしているにもかかわらず、この白いやつを捕まえられない。で、このすごいやつを捕まえて最後、こいつを殺すっていうところまで行くんだけども、結局、殺しきれてないようなエンディングになっていくんですね。これは何なのかっていうと、金持ちのたわごとでしかない。つまり、オチがあるようでオチがない。楽屋オチにもならないようなオチになってるんですよ。でも僕、この話を見たときにね、結構納得できたりするんですよ。なんでかっていうと、金持ちってそういったことするやつ結構いるんですよ。実際にあった話なんですけども、お金持ちの人ってね、どんどんそのお金を増やしていこうと、出資して会社を作るとか、そういう人もいるんですけども、そうじゃなくて、もうお金は永久にバーッと自分のところに入ってくる。だからお金を使って買えるものはもう全部買ってしまったと。そういう人ってね、反社会的なことし始めるんですよ。まあみんながみんなそうじゃないんですけども、反社会的なこと、例えばそこら辺にいるホームレスにこんだけ金あるからあそこの車ぶっ飛ばしてこいとか言って、そこの車をホームレスにバール渡してバン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 壊させる。そして、おー、面白かった、入ってお金渡したりとか、お金渡すからあの車に引かれてこいとか言ってバーンって引かれさせるとか、お金を払ってやる代わりにやってこいっていう風なことを結構やってしまうんですよ。で、そういったところのターゲットに選ばれるのが、浮浪者たちが選ばれてしまうんですね。で、浮浪者の中にももともと超大金持ちだった人が浮浪者にまで落ちてしまっているパターンもあるんですよ。そういった遊びをすることによって、あまり足がつかないんですね。で、それで遊んでいるうちに、いろんな人が死んでいく。でも、その、金持ち会社そんなのどうってことないっていう風な目線で見てるんですよ。下道なことをしてるんですけども、そういうのがね、普通にあるんですよ。僕たちがほとんど見ない闇の中で行われてる、あるいはそんなことってフィクションの世界だけじゃないのって思い込んでるだけであって、実際にそういったことあるんですよ。で、そんなへんてこな天変地異のように、このネメシスの世界も急に天変地異に陥るんですよ。この急に天変地異に陥るから、納得いくようで納得いかないエンディングになってくるんですね。そこがまあ面白い部分でもあるし、マーク・ミラーが描く世界観っていうのはやっぱしね、僕たち世代、今30歳からぐらいの人たちはね、非常にね、楽しんで読める作品だと思います。娯楽作品として見ても面白いんですよ。ルパン三世的なね、もう秘密道具とか、そんなバイクどこで開発したのみたいなバイクがいっぱいあるんですよ。で、ここら辺のルパン三世って言ったんですけども、実際はバットマンなんですよ。バット警部みたいなものが、スーパーヴィラン警部みたいなのがあるんですよ。でそこで自分の仮面が剥がされないように、自分と仮面と爆弾で繋いでいるとかね、排水の陣でいつも挑んでいるところがまたかっこいい。バットマンも自分の正体がバレずにゴッサムシティを良くしていくという風な形だったんですね。で、まあこの白いやつは死んでしまうんですけども、それが実は本当の敵ではなかったよと。本当の敵っていうのは、もう本当どうってことない、そういった長寿であると。
そういったところに結構メッセージを込めてるんですよ。まあ別にそれを感じ取らなくても十二分に面白いんですよ。アクション性も高いし、このね、スティーブ・マクニーブの絵もすっごい生えてて面白いんですよね。しかも、これめちゃくちゃ薄いんですよ。で、薄くて2000円もする。2160円する。けども、読みやすいんですよ。このような形で絵で語るシーンが多いんですよ。絵で語って文字を入れていく。普通アメリカンコミックっていうのは絵で語るというよりかは、絵と文章が半々ぐらいで表現されることが多いんですよ。でもこのマーク・ミラーの作品っていうのは大半が絵と文章の割合で言ったら7対3ぐらいで絵の方が多かったりするんですね。それぐらいその絵師さんの方を重視してくれてる。絵のそのセンスをある人とタッグを組むことによって自分が本当はここまで描きたいと、ここまで文章として見せたいところを絵で表現できるから、もうそれは相手に譲っているっていうところがあるんですよ。ちょっとグロテスクなシーンにもなるんですけども、このような形で白が鮮血に染まっていくと。で、鮮血に染まりながら脱獄していくシーンとかね、すごい優雅に見えるんですね。もう白だからすごいこの返り血がグロテスクにえぐく見える。ここら辺の演出はね、昔からマークメイド血を流さなければヒーローでもヴィランでもないみたいな形でいつも描くから、だからこんなんなんだろうなと思うんですけども、いや面白い。バットマン的でありルパン三世的であるシーンはここですね。車からバイクが出てくるとかね、こういった変形機能とかあったりしてね。で、しかもそれを絵で見せてる。向こうも偉いですね。面白いでございます。まあ、こういった形でね、マーク・ミラーの作品でかなり読みやすく、アメリカンコミックを体験できるヒーローものというか、ヴィランもののちょっと変化球ではあるんですけども、僕はすごくおすすめしたい作品でございます。それぐらいこれは面白い。すごい出来が良かったです。出来良かったし、どうやらキックアスの後に出版された作品で、キックアスよりも売れたらしいですね。まあ、それは、リーフタイプだったからかもしれないんですけども、こちらの方です。いや、今月発売されたばかりなのでね。アメリカンコミックに興味がある。あるいはアメリカンコミックそこまで興味なかったけども、これを読んだら、すごいアメリカンコミックに興味を持てるかもしれない作品。入門書ではないんですけども、一つの漫画作品として読んでもらいたい。面白い作品でございました。はい、ということで本日はこちらのマーク・ミラーが原作、スティーブ・マクニーブンが作画を担当されたネメシスをご紹介させてもらいました。それでは今日はこの辺で、またねー。